床の間には背の高いお仏壇がよく合います。金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2019年6月の16日月曜日、今朝6時27分朝動画でございます。ちょっと今日遅いんですよね。はいはい、でですね、実はですね、昨日ですね、熊本市南区破富寺のお客様のお仏壇、お仏壇をですね、納入させていただきました。こういう形ですね。実はこのお客さん、床の間なんですよ。まあ、お仏間がない、今度新しいご新築されたんですけど、やっぱ今のお宅はですね、やっぱり床の間がないお宅も非常に多いですね。まあ、これはもう時代の流れですから。で、どこに置いたらいいでしょうかって話聞くと、床の間があります。じゃあもう床の間に置きましょうって形で。最初は小さいお仏壇とのことだったんですけどですね、まあ、せっかくあるならどうですかということで、当店のお仏壇ですね、まあ、高さがこれは160ぐらいありますね。購入させて納入させていただきました。購入いただいてですね。で、昨日納入させていただいて、わあ、やっぱよかった、コパコってよかったんで、とても喜んでいただきました。やっぱりですね、今回思うんですけどですね、やっぱある程度頑張ってですね、いいの買われるといいと思います。はい、まあまあそれはともかくとしてですね、床の間にはですね、160から170センチの高さが合いますよという形ですね。実はですね、これ私の経験談なんですけど、まあ、別に仏壇の話じゃないですけど、私前自動車ダイハツ販売ってとこでセールスしてまして、まず、あ、最初は 1000cc のシャレド買って、で次は軽自動車のミラパルコ、懐かしいですね、ミラパルコ買ったんですよ。そしたらやっぱ、あー寂しいなーということで、次はですね、1600、まあダイハツとしては高級車です、 1600cc のアプローズというのを買ったんですよね。で今考えるとやっぱですね、無駄だったです、このアプローズは。でボディも大きいですし、軽ガソリンも食うし、やっぱ営業で回るには無駄だったですね。ですからやっぱですね、私が思ったのがですね、最初からですね、この1300から1000ぐらいはこうで名古乗ったがやっぱ良かったばいなって今でも思っております。ですから、まあ話がやっとここで仏壇に戻ってくるんですけど、やっぱりですね、お仏壇もですね、そこそこの色を買われてですね、長く拝まれた方が結局はお得じゃないかなと。よく今ちっちゃい色って言って買っていかれますけどですね、結局後で皆さん買い直しに来られます。そうすると結局損でございますですね。ですからやっぱまあ、こちらで言ったら小さい車に飽きて大きな車衝動買いと。ですから結局ですね、やっぱそれよりも、まあ、ある程度いいのを買われてですね、長く乗ろうと、車の場合ですね。ですからお仏壇もですね、いいお仏壇を買われてですね、長く拝むとお得かなと。まあすいません、しょうもない話をしてすいませんでした。ですからまあ今ですね、床の間、仏間がないお宅が多いです。ですから床の間にお仏壇を置かれるケースが今非常に増えておりますので、その場合にもですね、それ専用のこういうお仏壇がございます。まあ、高さが100、これこの場合は170ありましたけどですね。はい、ですからお値段の方もですね、だんだんに用意ができますので、一つよろしくお願い申し上げます。それともう一つ、今ですね、お仏壇を持ってらっしゃって、高さが1メーターが130、それをところまで置きたいという場合にはですね、お仏壇用の台があります。これはですね、非常に優れものですね。これを置かれて、仏壇を置かれると高さがやっぱ40センチぐらい上がりますので、非常にいいと思います。で何が優れもの言うたら、下これ引き出しになっててですね、中にお骨壺とかですね、いろいろ収納ができるんですよ。ですからお墓もいらないんじゃないかなとは思いますしですね、やっぱり皆さん今ですね、お墓を探してらっしゃる、納骨堂を探してらっしゃるんですよね。ですからそれまでですね、まあ浄土真宗の場合なんか特にですね、もう3年とかですね、7回忌ぐらいまで皆様お家に安置しておられますのでですね、まあそういう形にも便利ではないかなと思っております。はい、まあ、すいません、話が長くなってすいませんでした。まあ今ですね、床の間が非常にお仏間がない家が増えております。ですからやっぱりこういう形でですね、床の間にお仏壇を置かれる、非常にそれはいいかと思っております。はい、ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運ごあって、お祈り申し上げます。